はいどうも、モーリーです。 J1 リーグ第33節、湘南ベルマーレ対大分トリニータ戦です。試合結果は1対2で敗戦です。ホーム最終戦であっただけに勝ちたい試合でしたね。今節はホーム最終戦だったため、湘南 BMW スタジアムへ行ってきました。このスタジアム名も今節で最後となります。2012年から9シーズン本当にありがとうございました。それではホームラストゲームスタグルを紹介したいと思います。ホームラストゲームでいただいたスタグルはこちらになっております。鳥中商店さんの湘南コッコ唐揚げの大サイズいただきました。お値段は1000円です。コッコ唐揚げのジューシーさはもう一回食べたら病みつきになってしまいますね。またサンクトガーデンさんのビールとね、かなり相性がいいのでとてもおすすめです。今シーズンは終わってしまいましたが、来シーズンね、食べたことない人はぜひともね、一度食べてみてはいかがでしょうか。それではスターティングメンバーの方を確認していきましょう。今節のスターティングメンバーはご覧の通りになっております。湘南のスターティングメンバーは前節から変わったのはゴールキーパーが谷選手が戻ってきました。そして山田直樹選手、大橋選手がスターティングメンバーに入っております。大分トリニータのスターティングメンバーは前節より6名入れ替わっておりますね。三沢選手、そして高山選手がスターティングメンバーに入っております。それではスタッツの方をご確認していきましょう。今節のスタッツはご覧の通りになっております。シュート数はわずかに大分を上回りましたが、枠内シュートがねちょっと少ないように感じましたね。前半は湘南がペースをつかみ、後半は大分がペースをつかむような試合展開になっていたと思います。またファール数は大分が結構ね多いんですけれども、後半湘南に自由にさせないように中盤を激しくいくっていうのが狙いであったんじゃないかなというふうに感じました。それでは試合内容の方確認していきましょう。まずは攻撃面に関して、まずはカウンターからの攻撃がしっかりハマっていたなというふうに感じました。前半はねしっかり相手自陣でボールを奪ってすぐショートカウンターを仕掛け、決定機を作ることができていました。その中でね、やはり決定力不足っていうのが改善が足りないですね。前半にコーナーキックからね得点を奪ったんですけれども、その他にもねペナルティーエリア内で3本から4本ぐらいね決定的なシーンっていうのがありましたが、決めきることができず、自分たちのペースの中でね相手のコーナーキックから簡単に同点にされてしまい、そこからね大分にペースをつかまれてしまいました。やはりね自分たちのペースの時に1点だけじゃなくてね2点差つけて突き放すっていう得点力が欲しいところですね。そして守備面に関して、まずは前半に関してはかなり良い守備ができていたと思います。前半立ち上がりから縦をしっかりコンパクトにして、中盤でのねハイプレスっていうのをしっかり狙いを持ってやれていたと思いました。大分の方もね結構繋いでねどんどん駆け上がっていって崩してくるっていうパターンがあると思うんですけれども、中盤で斉藤美月選手がしっかり縦横無尽にハイプレスをかけ、大分のね中盤のパス回しの中で逃げ道となるところをしっかり金子選手がカバーして埋めていくっていうのが非常に目立っていた前半でした。そこでねしっかり中盤で奪い切ることができたからこそ、すぐねショートカウンターを仕掛けて、前半はねほんと失点するまでのね40分間ぐらいはずっと湘南がペースを握れていた素晴らしい守備ができていたと思います。ただ後半に関しては守備バランスが崩壊してしまったように感じました。後半に関しては大分の修正力が素晴らしかったかなというふうに思いましたね。湘南のコンパクトな守備に対してしっかりね裏をどんどん狙っていって、ディフェンスラインを下げ立て、しっかりねディフェンスとミッドフィルダーの間のスペースをね有効に使ってきたような攻撃をしてきました。またね湘南のショートカウンターをさせないように、中盤ではねもうファール覚悟で割と激しくねプレスに行くっていうのが後半はね増えてきたように感じました。そこでね自分たちのペースがなかなかね作ることができず、後半はほとんど大分のペースで試合を運ばれてしまいました。少しね直近の試合を見てたりすると、前半はしっかりコンパクトに守備ができている中、後半からね裏を使われてディフェンスラインと中盤との距離感がコンパクトを保てないっていう試合がちょっと
と最近増えてるような気がしますね。そこをね、修正できる力がついてくると、もっとね、90分通して湘南のペースが生まれる試合展開ができるんじゃないかなというふうに感じております。この試合90分通してボックス内での決定力っていうのが足りない気がいたしますね。ボールを握っている時間のフィニッシュまでのプロセスっていうのは非常に精度が上がってきているように感じるんですけれども、どうしてもね、フィニッシュの部分での決定力が低く、拾える勝ち点をね、取りこぼしているように感じてしまいます。今シーズンは降格はありませんが、来シーズンね、この決定力を改善していかないとかなり厳しい状況になってくるんじゃないでしょうか。ぜひね、繋いで崩すショートカウンターっていうのは非常にシーズン通して良くなってきているので、あとはね、決定機を決めるだけだと思いますので、来シーズン決定力を上げていきましょう。それでは今節も湘南、そして大分の方と良かった選手を1名ずつピックアップさせていただきます。まずは湘南の良かった選手は金子大輝選手です。金子選手は前半ね、得点も奪ったんですけれども、守備面がかなり良かったと思います。やはりね、金子選手のアンカーは中盤でインターセプト狙えるところはしっかりと取りに行って、まあ、狙えなかったとしてもね、中盤で相手をね、前に向かせないようなプレスをかけに行ってるっていうのは本当に素晴らしいプレーでした。また攻撃面に関してはね、ボールが受けれなかったらしっかりね、ディフェンスラインまで下がってきてボールを受けて、金子選手のフォワードへ当てるくさびっていうのが非常にやっぱり速いパスを出せるんでね、狭い局面でもフォワードにボールを当てることができるっていうのはとてもいい武器を持っていると思いました。金子選手、ぜひね、来シーズンも湘南でアンカーを務めていただきたいですね。素晴らしいプレーでした。そして大分の良かった選手は伊佐康平選手です。この試合勝ち越しゴールを挙げました。最近は湘南のね、この3バックでなかなかラインブレイクされるっていうことはなかったんですけれども、この失点ではね、完璧に一瞬の隙を突かれて裏を取られて失点をしてしまいました。低い位置からね、ダイレクトであのスペースで放った岩田選手も素晴らしいプレーだったんですけれども、やはりね、そこに反応してすぐ抜け出してキーパーとの1対1をしっかり沈める、こういうプレーができる選手がね、非常に貴重な選手だと思います。伊佐選手、素晴らしいゴールでした。次節 J1 リーグ第34節ベガルタ仙台戦です。 J リーグの最終節、中2日でアウェーゲームとなります。仙台は今節ね、裏天王山で清水エスパルスとね、打ち合いを制してね、勝ち点3を手に入れてきてますね。順位の方も我々より一つ上に位置をしてしまいました。やはりね、降格はないものの、自動降格圏内で終わることはできません。直接対決でね、勝って順位を一つでも上げてシーズンを終えたいところですね。2020年もラストゲームとなりますが、皆さんで応援して必ずね、最終節ベガルタ仙台戦勝ちましょう。それではご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。また皆様からのコメントもお待ちしております。それでは次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。